皆さんこんにちは。 GTO で有名な女優である松嶋菜々子さん、今回は松嶋菜々子を泡状から救出という噂の大物の正体と5000万の損害賠償事件や離婚間近の現在について紹介します。まずは松嶋菜々子の履歴とプロフィールから紹介します。松嶋菜々子さんは1991年旭化成の水着マスコットガールに選ばれます。そして1992年の18歳から女性ファッション誌66の専属モデルを務め、第17代旭化成繊維キャンペーンモデルに選ばれています。そして同年にはテレビドラマ社長になった若大将で女優デビューを果たし、1995年にはバラエティ番組トンネルズの皆さんのおかげですに出演、1996年にはNHK 連続テレビ小説ひまわりのヒロインに抜擢され、メジャー女優にステップアップし、以降はトレンディ女優の代表格となったのです。翌1997年には松下電工の CM イメージキャラクター綺麗なお姉さんの2代目を務め、好感度の一女優に選ばれています。そんな松嶋菜々子さんは芸能界へ入る前に泡姫をしていたという噂があるのです。しかし本当に泡姫だったかについては謎で、真相については不明です。どうやらこの噂には続きがあるようで、松嶋菜々子さんが泡姫だった時に秋元康さんがお客として現れ、その後松嶋菜々子さんを愛人にし、芸能界で生きていけるようにプロデュースしたと言われているようです。あくまでもインターネット上の噂で信憑性には欠けますが、もし本当なら秋元康さんは救世主ですね。真相やいかに、デビュー前の泡姫の噂については証拠もなくただの噂に過ぎませんが、松嶋菜々子さんの黒歴史の証拠が残ってしまっているものがあるのです。松嶋菜々子さんは俳優の反町隆史さんと2001年に結婚しました。結婚当初に住んでいたのは神奈川県逗子市にある高級住宅地広尾山庭園住宅です。敷地面積が300坪もあるところに住んでいたそうです。しかしネットに住居の情報が流れてしまったことと、飼っていた犬ドーベルマンが問題を起こしたため引っ越すことになりました。同じマンションの住居人の太ももを噛んでしまい、全治11日間の大怪我を負わせてしまったのです。これで被害者はトラウマが残ってしまい、マンションを引っ越してしまいました。するとマンションの管理会社は損害賠償を松嶋反町夫婦に対して求める裁判を起こしたのです。住居人が引っ越してしまったということによる損失に加えて、本来小動物しか飼育してはいけないという決まりを破ったことも訴状に加わりました。しかし松嶋さんたちはマンション管理組合に犬を飼うことで月3万円の管理費を支払っていたようなのです。このあたりが少しあやふやな気もします。裁判の結果、松嶋さんらに1725万円の支払い命令が下ったということです。そして次の引っ越し先は渋谷区の青山あたりなのではと言われています。今度はマンションを特定されずに静かに落ち着いた暮らしができているといいですね。お子さんの学校が東京女学館と言われているので、通学先からできるだけ近いところに住居を決めたとのこと。その他、琵琶湖の近く滋賀県大津市に別荘を建てたという松嶋菜々子反町隆史夫婦、茨城県つくば市にマンションも購入しているとのことです。どちらの場所でも夫婦共通の趣味である釣りを思う存分満喫できそうですね。忙しい時は夫の反町隆史さんにお願いして、夫婦のどちらかがきちんと子供の世話をしているのです。夫婦仲も非常に良好のようで羨ましい限りですね。松嶋菜々子さんの愛犬といえば、疲労のマンションで問題を起こしてしまったドーベルマンのカイザーです。この犬は日本警察犬協会の訓練試験に合格している、しっかり調教されたドーベルマンだったのです。どうやら事件が起こった時、ドーベルマンを連れていたのは松嶋菜々子さんの娘さんの里ちゃん一人だったのです。まだ6歳のお子さんがドーベルマンをコントロールするのは難しかったのでしょう。急に暴走し1階上に駆け上がっていってしまったのです。そしてクリエイティブディレクターやアートディレクターの佐藤柏庵の奥さんの佐藤悦子さんに噛みついてしまったのです。佐藤さんの子供に向かって犬が突進、子供を守ろうとしたそうです。松嶋菜々子さんも誠意を持って対応しました。
病院には一緒に行くこともあったし、慰謝料や治療費も払って示談が成立したということです。そしてこの件がきっかけで、この佐藤夫妻はマンションを退去したそう。このことでマンションの管理会社が損害を被ったということで、松島奈々子、反町隆史夫妻を訴えました。一審で385万円の賠償を命じられたのですが、二審では1725万円と4倍以上の金額となって、マンション管理会社への支払いが命じられました。何でもこのマンションの家賃が月に175万円もするとかで、管理会社からすると大きな損害となっているようです。しかもこのマンション、室内で飼えるような小動物以外は飼育が禁止されていたとのこと。松島さん側としては言い訳が厳しい状況だったことは想像に難くありません。しかもこの時に散歩していたという娘さんですが、まだ10歳にも満たない女の子がドーベルマンの力を抑えられるわけもありません。純粋な子供はこうしたことも全て自分の責任だと思ってしまうこともよくあります。娘さんがこの件のせいで何がしかのトラウマ的なものを抱えていなければいいと思うのですが、もちろん被害者の方の後遺症がないことを願うのは言うまでもありません。一度人を噛んでしまい問題を起こした犬はレッテルを貼られます。それが有名人の犬ならなおのことです。さらに反町隆史さんがこのカイザーを溺愛していたらしく、逆ギレしてしまったという話もありました。おそらくそのような悪い噂を払拭したかったに違いありません。犬も訓練施設に預けられ、しつけをし直してもらったそうですが、ドーベルマンは飼い主に忠実すぎるのです。このような事件が二度と起きないようにするには相当の訓練が必要ということです。松島反町夫妻はそのドーベルマンを手放したとのこと。反町さんとしたら納得がいかなかったのでしょう。どちらにとっても不運であったこの事件ですが、私たちはペットを飼う時の教訓にしたいものですね。近年も好きな夫婦ランキングにランクインするなど、相変わらず好感度が高い松島奈々子&反町隆史夫妻。ピンチらしいピンチといえば2011年のドーベルマン事件でしょうか。彼らとドーベルマンという組み合わせがスキャンダル的に絶妙だったせいか、結構耳目を集めましたね。人気ドラマに恵まれず低迷する反町さんとの格差が報じられたこともありました。さらに反町さんと元カノの稲森泉さんの不倫疑惑まで浮上。こうしたことが重なって離婚は時間の問題と見る人もいたようです。ですがこの予想は今のところ外れていることになりますね。反町隆史さんはある意味で極めて珍しい芸能人でもあります。10代半ばでジャニーズ事務所を辞めた人間が成功したケースだからです。大手事務所の検温に所属したこともラッキーでしたが、芸能界で生き残れたのはご本人の人間力のようなものも関係している気がします。撮影現場では周囲の状況を察知して気配りを忘れず、スタッフからも頼られる存在だという反町さん。相棒シリーズでは気難しいことで知られる水谷豊さんにも気に入られ、家族ぐるみの付き合いをするように、おそらく一歩引いて状況を俯瞰し人に歩み寄ることが自然にできるタイプなのでしょう。こうした感性は仕事のみならず夫婦関係に役に立つのは明らかです。女優は男性的な一面を持っているとよく言いますが、松島奈々子さんもおそらく例外ではないでしょう。松島&反町夫妻の場合、妻の尻に敷かれているというよりは夫がうまく合わせて見守っているように思えます。松島奈々子さんと反町隆史さんの育児に熱心な姿はたびたび週刊誌でも取り上げられてきました。2018年5月、夫妻は名門私立女子小学校で行われていた運動会でキャッチされています。この日は5年生になる次女の応援でしたが、周りを気遣いながら目立たないようにするもオーラは隠せず、児童の保護者たちは皆気づいていたとのこと。競技中の娘を遠くから見守りながら撮影したり、仲睦まじく話し込んだりしていたという夫妻。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。